こんにちは。今日はセールでコーディネートということで、私田中のおすすめセールアイテムはこちらの、バーガンディのお色のシルクコットンワイドゴムパンツです。今から、セール、いろんなところでセールされてるんですけど、セールをの商品を選ぶ時のやっぱりなんかポイントっていうのは、日頃、例えば、チャレンジしたいアイテムがあった時とか、もしくはもう今から秋口まで着れるアイテムを選ぶっていうのが一番いいかなと思うんですけど、今回こちらのコットンシルクのゴムパンツは今から、もちろんなんですが、お色が濃いバーガンディなので、秋口も大活躍するかなと思って選びました。で、ゴムパンツなのでウエストはこうゴムになっていて、なおかつ中に紐がついているので、紐でギュギュギュッと絞って、調節もできるし、そしてなんと裏地がこうね、見えるか、ついてますので、透け感を気にせず気軽に履くことができるっていうのも魅力なのかなと思います。で、コーディネート、3パターン考えました。まず1パターン、こちらですね。バーガンディのお色にちょっとベージュがかったナチュラルな雰囲気のアイテムを合わせてみました。で、結構上品な雰囲気に仕上がってるんじゃないかなと思います。で、ここの、レースの部分だったりとか、ネックレスのこういう部分だったりとか、アクセントになっていいと思います。で、やっぱり色が濃いので、足首とか透け感とかがあることで夏らしくなるんじゃないでしょうか。はい、はい、2つ目のコーディネートです。どうしてもこのお色が涼しく見えないお色なので、こちらを夏っぽく生かそうと思って、爽やかな白の T シャツに白の靴に白の帽子を合わせて、季節感を少しでも出すように着てみました。で、今回のこのパンツの履き方が一番コツなんですけど、一つ目のコーディネートはウエスト位置で結構高めに場所を決めて履いてたので、丈も少し短めで足首結構出てたんですね。今回は腰の位置で少し落とし気味にして丈を長めに履いてみました。そうすることで T シャツとこのパンツの丈の長さのバランスがちょっと良くなって、かっこよく全体的なコーディネートになったんじゃないかなと思います。ゴムが太めのゴムなので、その辺がウエストで留めてみたり腰で留めてみたりするのも、なんかこうバランスが取りやすくていいかなと思います。はい、2つ目のコーディネートでした。はい、では、3コーディネート目でございます。さっきの白い T シャツにチュニックをさらっと着ていて、でなおかつ革靴にしております。このパンツの良さはコットンシルクの軽やかな素材なので、夏はもちろん使えるんですけど、お色がバーガンディっていう深みのあるお色なので、秋口もどんどん使えるんですね。なので、晩夏、お盆過ぎたらもう秋の装いにどうしてもなると思うんですけど、でもまだまだ暑いので、この秋っぽい装いにもしながら涼やかにということで、リネンのチュニックをガバッと羽織って、で足元はちょっと重めの革靴にして、ちょっと秋を先取りな感じで、コーディネート組んでみました。で、中のこの T シャツの丈感が今ねちょっと悩みなんですけど、私の身長だったらもうずるっとこんな感じで着込んでもいい、着てもいいし、小柄な方は中をこう少し入れてあげて、白が出る面積をちょっとちっちゃくしてあげると、小柄な方でもこういう着こなしができるんじゃないかなと思いました。はい、ということで最後はこんな感じのコーディネートが出来上がりました。で、セールアイテム本当にお得になってますので、できるだけ買ったからにはやっぱり夏も
秋までも着てもらいたいアイテムだと思いますので、ぜひ参考に見てもらったらいいかなと思います。またもしよろしければチャンネル登録などよろしくお願いします。それぞれ着た商品の詳細は下記の URL に掲載してますので、ぜひご覧くださいませ。はい、では最後までご覧いただきありがとうございます。